羽田空港でございます。今からちょっと飛行機乗りますが、どこへ行くでしょうか。それはですね、着いてからお楽しみということでございます。現地は暖かいんでしょうか、寒いんでしょうか、今回初めて行く場所なんでね、すごい楽しみでございます。また撮ります。バイバーイ。長旅が始まりますわ。揺れないことを祈ります。飛行機嫌いなんでね。そうですね、はい、そんなにバックもなく、はいはいはい、そうですね、わかりました。とりあえず石垣島です。がしかし、ここからまた飛行機に乗って違う島へ行くんですが、沖縄はそんなに暑くありません。とりあえず腹減ったんでなく食おうと。昼間からいやいや、やっぱオリオンビールには唐揚げと。これ割りしたら2位な。上陸予約ありがとうございました。あいにくの雨です。初与那国、ここにね、松永さんはずっと来てたという島でございますが、しかしなんもないな。食べますよ。沖縄より寒いやんか。ありがとうございます。
これカジキなんですかね。カジキ。へえ。おはようございます。おはようございます。ただいまの時間、朝6時10分です。外は土砂降りですが、果たして釣りに行くのでしょうか。眠いよ。目です。土砂降りやったので出港が7時が10時になりまして、初の与那国カジキ釣り、再生は不安でございますが頑張っていきたいと思います。頑張ります。お釣り部屋か。早起き着きました。とりあえずね、今から餌を釣ってそれを泳がせるという人はね、ルアーじゃなくてライブベイトの釣りをすると、こうやってカジキを狙っていきたいと思います。だね、中野のお兄ちゃんが餌のカツオなりチミシラなりを釣ろうとして出てます。さあ、釣れました。チビマグロ。ただただムービーを回しているというカジキングに至っては回収すらせず、
おはようございます。もう女の子みたいになってました。あれピーカンでめっちゃあったかいっていう話なかったでしたっけ、夜中に。本当はですね、夏日の予定だったんですけど、話が違うんですよ。全然話が違うんですよ。見てください、この海流を。ベイリング会みたいになってる、もう。もう修行ですよ。魚も釣れへんし。子供の頃にあった藤岡弘のあの暇本を探せみたいな。与那国まで来てそのサイズはダメでしょ。大して冷たい。雨の与那国、雨降ってるしさ、でお店がどこかわからへん。ご飯を食べに行くんですが、お店がわからないんですよ。参った、あった、海んち食堂発見です。ここです、ここにです。サプリンツ食堂、ドン、着いたよ。レンタカー、ここで、そうですね、このスロープをそのまま置いてもらえれば大丈夫です。レンタカー、まさかの日まで、石垣島までレンタカーさあどこ行きますか。とりあえず行くぞ。とりあえず行こう。うわ、来たー。はい、綺麗。これを見るために来たんですよ。我々はカジキを見るために来たんじゃない。今回の初沖縄県与那国、夢のカジキを釣ろうでしたが、まさかね、まさかまさかのノーヒット、そして、イルカの猛攻という感じでございました。まあでも、近いうちにまた絶対に与那国の方に行ってですね、次こそは
でっかい、でっかいマグロじゃないな、でっかい、でっかいカジキを、釣ってるのを皆さんにお見せできたらなと思っております。3泊4日夜なぐりありがとうございました。またどこかの海でお会いしましょう。